はい、こんにちは。今日はいよいよ LA 4日目になります。ちょっと日にちがまたいだんで別に違う格好してるんですけど、バイキョウということで今日もジムに行ってきた帰りなんでね、ちょっといろいろ乱れてるんですけどお許しくださいということで、いよいよ4日目に入りました。今日が、一番最大の今回の旅のメインイベントの NBA 観戦ということで、いやまさかね生で見れるなんていう日がこんなに早く訪れるとは。といっても当時見たのは26歳かな、なんでね、まあ、そんなに早いくはないかっていうのも振り返ってみれば思うんですけどね。まあいろいろとこう3日間暴れに暴れまくったので、朝起きたらめちゃめちゃ体中が痛くてね、普段朝シャワーってしないんですけど、朝シャワーファーってわめっちゃ気持ちいい、でも体痛いと思いながらまあ出かけていったんですよね。で、出かけてったらその毎朝と泊まってたセブン ホテル、セブンなんてホテルはセブンモーテルかっていうホテルに泊まってたんですけど、ドーナツとかバナナとかそれからホットコーヒーを提供してくれるところだったんですね。で行ってホットコーヒーとか食べようかなと思っていろいろ選んでたら、奥から黒人が出てきてですね、よう管理人知らねえかって声かけてきて、いや知らないっすねって言って、いやそうか俺ちょっと探してるんだけどねって言って、ところでお前コーヒー飲むかって言って、え飲みますよ、そしたらちょっと待ってなって、お前ドーナツ選んでたらいいよって言って、ドーナツ選んでさあ食べようと思ったらちょうどコーヒー来て、さあ飲もうぜって言って、わありがとうございますみたいな、 Thank you thank you とか言いながらで、ところでお前は中国人かそれとも日本人かって言って、僕は日本人ですって言って、そしたら中国人と日本人はもう顔の区別がつかないぜって言われたから、いやよく俺の目を見てくれって言った、中国人の目はキュッとしてある、キュッとこうちょっと斜め向いてるけど日本人は優しい目をしてるだろうって言って、そしたら笑って、いいねその言い方気に入ったよブラザーって言ってハイタッチするっていうね謎の時間があったんですけどね。まあそんな感じですごいフレンドリー、日本じゃありえないですよね。日本でこう日本語で喋っててもそんなヘイブラザーとかないじゃないですか。あれめちゃめちゃこう貴重で面白い体験でしたけどね。でサングラスしてイヤホンかけてっていうのを歩いてたら、また地下鉄でロサンゼルスの市内まで移動する必要があったんで、サングラスかけてイヤホンかけてってやったら、さすがに黒人のラッパーがね 3,4 人くらいいたんだけど、メトロに歩く30分弱くらいの時間何も声かけられずに済んだっていうね、あこういう対策ありだなと思って、で、まあ、メトロに乗って一昨日かな、もう言った通り 1.75 ドルで、どこまでも行けるんですよね。で、まあ、大体30分くらいの時間を乗るんですけど、まあ、地下鉄待ってた時にこうちょっと可愛い金髪のブロンドの、ね、女の子が急に声をかけてきて、わこれは何もしかして逆なって思ってたら、ここにどうやって行ったらいいのってどう見ても観光客っていう人に聞いてきたんで、でなんとか駅って言ったから、あーって言って、で地図を見ながら、あーこれだったら4駅目ですねみたいな感じで、めセンキューってめっちゃその笑顔が可愛かった、っていう話があって、そんな出会いもありつつ、出会いっていうのかな、まあただ道聞かれただけなんですけどね。で30分くらいハリウッド通りからロサンゼルス市庁舎に行って、で降りたら目の前にねバーンってあったんですけど、映画のロケ地で言ったらダイハード2とかスパイダーマンとかが舞台になったような場所なんですよね。まあそしたら目の前にちょっと広場みたいなのがこうね市庁舎があって囲まれてるんです。そこ結構ねホームレスが寝てた、あれはねえこうアメリカならではの景色なのかなと思ってびっくりしましたけどね。周りをこうフラフラと歩きながら、絡まれたらどうしよう絡まれたらどうしようってちょっとビビりながら歩いたりしたんですけど、まあ、そんな感じで、で展望台に登ることができるんですよ無料で。ただしそのセキュリティチェック空港で受けるみたいな感じのボディチェックっていうのを全部受けて、で金属とかも身につけないままこう上がっていって、で上に行ってそのステッカーもらって、で上に上がっていったら歴代のロサンゼルス市長になった人たちのこう写真とかが貼ってたりとか銅像があったりとかってして、でロス一帯をぐるーっとね一周見ることができるんですよね。だからあっちはハリウッドサインですよとか、それからドジャースタジアム、あっちはステーブルセンターとかってなんとかビルがあってみたいな感じで、いろいろこうね四方八方見ることができてっていうような感じだったんで、すごく景色も良かったです。グリフィス天文台に行った3日目っていうのが曇りだったんですけど、その4日目の今日に関してはねすごく晴れだったんで、で特にまあロサンゼルスって東京とか大阪と違ってビルが全然ないから遠くまで見えるんですよね。遠くまで見える、あれはすごく綺麗でしたね。その後にそこから歩いて10分くらいかなのところにリトル東京って言われる日系の人たちが建てたっていう、まあ、区画があって、そこに行ったんですけど、まあいろいろと怪しいお店があってね、お店の名前が秘密とかめっちゃ気になると思いながらとか、あとモンキーパンツ惜しいと通の1個手前の文字が欲しかったとかね、それから忍者マーケットとか、ワッツたこ焼きとかね、たこ焼きとは何ぞやみたいな、グリーンオニオンが入っててとか、なんか紅生姜が入っててとか、なんかいろいろ
書いてましたけどね、日本のグッズがいろいろ売ってたんですよ。多世代くらい前のねおもちゃとかがいろいろ売ったりとかしてたんですけど、こういう世界もあるんだなと、逆に日本の最新のおもちゃとか持ってきたらめちゃめちゃ売れるんじゃないかみたいなねことを思ったりしたんですけどね、うん、リトル東京っていうのがロサンゼルス視聴者の、まあ、ここロサンゼルス視聴者リトル東京で、こっちの方にステーブルズセンターとかがねある位置づけになるんですけど、まあ、ここからさらにこっちの方だったかこっちの方だったか下の方に行ってしまうと、ものすごくこう不老者とか危ない犯罪がバンバン起こるような街があるんで、そっちの方には行っちゃダメですよっていうことですね。あ、それだけはもし行かれる方ご注意してください。でステープルズセンターに行く途中にブロードっていう美術館があるんですよ。でブロードっていう美術館実はここ無料で入れるんで、それ知らなくて、あ、なんかすごい並んでんなと思って調べてみたら、あ、無料で入れると思って無料で入って、あのいろいろね絵とかね、めっちゃでっかい机とかねあったりしたんですよ。もう人がもうなんかこうこんなんで、机がもう こんな感じのね、もうめっちゃ大きいねモニュメントとかあったりとかしてね。それからウォルトディズニーシンフォニーとか、それからロサンゼルス中央市民図書館っていうのがあったりして、で図書館に関しては、あ、入ってみたいなと思ったんだけど、ちょっとセキュリティというか会員みたいなのになってないと入れなかったみたいだったんで、その手前にフードコート的な、まあフードコートって3つくらいしかなかったんですけど入って、パンダエクスプレスっていう中華料理屋さんでご飯食べたんですけどね、うん、で大体ロサンゼルス視聴者から本当は駅とかタクシーとか使った方がいいと思うんですけど、まあ、大体歩いて40分くらいの距離歩いてステーブルズセンターだってっていう感じだったんで、まあ、時間もあったから歩こうと思って、これだけの時間かけて歩いたにもかかわらず、さらに時間がめちゃめちゃ余ったんですけど、まあ、それはいいとして、パンダエクスプレスでご飯食べて、またそこにマクドナルドで現れたような不老者が現れてみたいな感じでね、あ、今回物乞いされなくてよかったなと思いながらね、で、行って、でその後にグラミー賞をやってる建物があって、あ、ここはグラミーミュージアムだと思いながらね、あの羽のバーって綺麗なやつがあったりとかしたんですよね。で、いよいよステープルセンターに到着しましたと。ステープルセンターの前にトヨタ関連の建物とかゲームに関する建物とかいろいろあったりしてね、そこもなかなか壮観でしたし、ステープルセンターね一周ぐるーっと回ってみてね、もうなんかステープルセンターっていう名前を見た瞬間にブルッて体がしたんですけどね、マジック・ジョンソンとかシャキーンとかカリーム・アブドゥル・ジャバーとかね、あのいろんなその歴代選手の銅像とかが立ってね、もうなくなっちゃいましたけど、多分コービー・ブライアントの銅像もいずれ立つんじゃないかなと、立ったらまたぜひね見に行ってみたいなと。まあ、あのグッズがね実際に入るセキュリティゲートの横にあって、グッズショップっていうのが、そこでコービー・ブライアントのサインが書かれたボールが、何だったかな、4700ドルとか4800ドル、だから日本円にしたら10、まあ、50万円くらいで売って、コービーのサインを50万でボールごと買えるんだったらありかなと思ったりもしたんですけどね、まあ、それはあのそもそもバックのスペース的に持つことができなかったんでもう買わなかったんですけど、で結局いろいろ、まあ多分そこのお土産で屋さんで1時間ぐらい時間潰したんですかね、時間潰して、もそんなに大きくないですよ、もう下手したら15分くらいで済むようなお店なんですけど、いろいろ見た回った結果コービーのタンクトップを買って、48ドルっていう値札に表記されたんですけど、32ドルで買えて、あれなんで3分の1も減らされてるんだ、ラッキーと思うながらね、うん、だから実際の金額よりも安く買えるもんなんだなと。セブンセンターに時間になって入りましたと。入ったら、入った瞬間ね、もうラッキーでした。ステフィン・カリーのシュート練習のねシーンが、シュート練習をしててね、スリーポイント打ったりとかしてたんですけどね、まあ、これは別の動画でも上げてますし、ちょっと編集でここ多分動画入れようと思いますんで、じゃあせっかくなんでね、20秒ほどステフィン・カリーの動画をチェックアウト。ということで、こんな感じでね、カリーがね、あの入った瞬間に練習をしてたんで、もう早速ムービーを撮ってっていう感じで、でその後にデュラント、ケビン・デュラントと、それからクレイ・トンプソンと、それからグリーン、ドレイモンド・グリーンという順番でシューティングをしてたんで、まあ、こういったスターっていうのをこう間近で見ることができたと。で、2階席の一番前に座ることができたんで、何の邪魔もなかったんで、すごいムービーとか写真とかも撮りやすかったんですよ。で、写真パシャ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 撮りまくってたら、隣の人にちょっと写真をうるさいなって怒られてしまって、ああ、すいませんって
そこからムービーピューって撮って、で、あのムービー撮ってる間 の写真っていうのはシャッターをしないんで、それでこう撮ってた感じだったんですけどね。で、試合、あれ日本とかと全然違いますね。日本の B リーグとかと違って、まあ、普通に選手紹介、普通っていうレベルじゃないんですけどね、選手紹介とかもあったりとか、それもなんかね、こうモニターが映ってて、でそこからなんか白いカーテンがふわーっと出てくるんですよ。で降りてきて、そこに映像が映し出されて、それをまた上げるんかなと思ったら、そのまま下ろすっていうね、いうすごい演出があって、それでゲームがスタートしてっていう感じだったんですね。まあゲームの雰囲気とかに関してはいろんなところで10秒、20秒とかの短い動画で上げたりしてるんで、またそれ見つけて探してみてください。再生リストとかも作ってるんでね、それ一気に見てもらえたらいいかなと思います。で、あとは当時その時は行ってよかったなと思ったのが、応援ユニフォームみたいなのがあって、あの胸に18、背中に19って書かれたユニフォームがもらえて、ホープって書かれたね、18、19シーズンっていう意味で、そんなユニフォームがもらえたりとか、それからランチボックスっていうのももらえたんですよ。ああ向こうにある、持ってくればよかったですね。ランチボックスってのもあって、で試合っていうのはどんな試合だったかとかっていうのはまた映像とか写真とか見てください。写真もね、いろいろ適当に貼っとこうと思ってね、喋りベラ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 喋りながら適当に貼っとくんで、そんな雰囲気、雰囲気もぜひ見てみてください。ところがね、残念なことにね、カリーがその日はね、絶不調でね、スリーポイントも9分の1だったんですよね。うん、次の日が30得点くらいしてて、確かスリーがね、6本か7本くらい入れてたんですよ。なんでこの日に入れてくれないんだと思ったんですけどね。まあ、ただ、ステープルセンターに行って思ったのが、よしと。今回はステープルセンター、レイカーズの本拠地に来たけど、次回はまた違うところに行って、で、俺はいずれ NBA 全30拠点を制覇しようっていうのが一つ大きな夢として持つことができたんですよね。これに関してはいずれいろんなこう思いがあるんで、そのただ単に自分が行きたいという欲求を満たすだけじゃなくて、いろんな思いがあるんで、これはまたいつか機会があれば動画にして皆さんに見てもらいたいなというふうに思うんですけど、その時もまた見てください。ということで、そんな感じで終わって、7時くらいに試合がスタートして、で終わったのが10時前とかだったんですよね。でそこからまたハリウッド通りに戻るのに、ウーバー使って40分くらいかかるんですよ。で40分くらいかけて戻ったんですけど、その時がね、皆さん分かりますけど、ウーピーゴールドバーグって天使にラブソングをとか、それからライオン、アニメ版のライオンキングの
ハイエナ軍団のリーダーの声とかやってる黒人の女性の女優さんがいらっしゃるんですけど、そんな感じのノリノリのおばちゃんの黒人タクシーだったんで、めっちゃ面白かったですね。もう何言ってるか分かんないけど、そのラップしたりとかいろいろ喋ってヘヘヘって一人で笑ってるの雰囲気が楽しくて、俺も何言ってるか分かんないけどヘヘヘって笑ったりしててね、すごいいい空間でしたけどね。ただやっぱり1日歩き回りすぎて、結局結果的に体が節々が痛いと。ところが次の日はね、また次回の明日以降の動画で話すんですけど、5時半起床の6時半出発で飛行機に飛び乗らなくちゃいけないっていうような感じだったんで、まあ、結構ハードでしたけどね。そんな感じで NBA に行ったという1日でした。もう夢が叶った1日でしたからね、めちゃめちゃ楽しかったです。ということで NBA に興味ある方ですね、多分この動画いろいろと写真貼ったりとかしてると思うんですけど、それ見て興味持ったなっていう方はもうぜひ時間とお金を切りつけて見に行ってみてください。もう一生の思い出になります。最高です。本当に良かったなと思いますんで、皆さんもぜひそんな体験してもらえたらなというふうに思います。もう思い立ったが吉日ですからね、やるかやらないかそれだけですから、やろうと思ったらもう誰でもいけると思いますんで、あとはそこに対しての踏ん切りをつけれるかどうかというところなんで、ぜひやってみてください。行ってみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。